中国のネット上で最近、南京や浙江省市などで列車が大量の戦車を運ぶ様子が映っている動画が出回っています。一部のネットユーザーは、これは中国当局が戦争の準備をしているのではないかと懸念しています。一方、このような白昼堂踊り時と兵力が移動することは、おそらく機密な軍事行動ではなく、通常の演習の可能性が高い、と分析した人もいます。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Ganjing World.